三十四、叱れば、名物言は奇妙なり、木の言は死なり、また気鬱なり、節の字は越の声なり、また記載なり、 節の字は才の声なり、越才二つの声はつぐるなり、登るなり、人の心を戦術するなり、妙の言は合なり、小因なり、しなり、強なり、銅なり、死なり、計らうなり、メスなり、 ここを持って奇妙は本願召喚の直面なり、発願へ行というは、如来すでに発願して、修行の行をえせしたもの心なり、即前御行というは、すなわち先弱本願これなり、 一徳往生というは、二人の位に至ることを、売ることを表すなり、今日大今言には即得と言えり、尺異行本十五には必情と言えり、 即の言は眼力を聞くによりて、報道の信任結尿する。時刻の極速を交戦するなり、いつの言はつまびらかなり、力しむるなり、脇地極むるなり、 今後新上住の顔ばせなり。